ルートの掛け算と割り算をやったので、今度は足し算引き算に入っていきたいと思います。3ルート2足す2ルート2って、これ例えばいくらになると思うなんかこう、掛け算とか割り算の時と同じように考えると5、5ルート4とかにしたくなりそうやけど、これは違うね。これはあかんで。ルートの足し算の時は、 文字式と同じように考えてください。つまり、このルート2を一つのまとまりとして見てあげるわけね。まあ仮にじゃあ X にしとこうか。3X 足す 2X って何ぼこれ X が5つあるから全部で 5X なのよな。これも一緒なんです。ルート2が3つ。え、そしてルート2が2つあるから合わせて5ルート2ですよと。 ここのルートの中身が同じときは、この整数の部分を足してあげたらいいよね。ルート二が三つとルート二が二つってことやろここかけ算やねんから。それ合わせたらルート2五つになるやな。引き算も一緒です。例えば、六ルート三引く二ルート三やったら、これはルート三とルート三ルート中身が一緒なので、六引く二して四ルート三ですよと。 そこの引き算をしたりね。ま、なので、文字が違うと、x と y みたいなのは足し算引き算ができなかったのと同じように3 2、3ルート2足す、4ルート3引く、2ルート2でこういうの出てきたら、これとこれは、ルート2が一緒やから、引き算ができるけど、これは置いとかなくね。足し算引き算できへんね。なので、3引く、2ルート2。3ルート2引く、2ルート2で、1ルート2やから。 それはか,かるのでいいです。√2 になって足 4√3 これ以上は計算できないので、これが答えになります。足し算引き算分かったかなえ、ルートの中身が同じ時は、この数を文字式の時と同じように足したり引いたりして考えることができます。